そうですね、はい、不必要な被爆であることは間違いないと思うんですね、今の状況は。はい、はい、石川さん、今東京という言葉出ましたけど、石川さんは東京連合子どもを守る会という東京全体のグループの代表でもあるということなんですが、はい、はい、そうです。やはり最初は、江東区で活動を始めましたが、はい、区という単位だけでやっていると、限界があると。東京都に向かうときには、やっぱり東京の多くの声を集めてからこう届けなければならないと考えたんですね。そして、江東子ども守る会のような同じ会がたくさん各所で立ち上がっていたので、その会をこう、一緒にこうやりましょうということで、東京連合子ども守る会を発足させました。ということは、やっぱ東京全体も同じような感じで汚染されているということなんですか。そうですね、文科省の航空機モニタリング調査などでも出ていますけれども、東京一帯が同じというよりも、東側と西側にこう汚染の地域があると、割と、なんていうのかな、光線量の汚染の地域があるといった状況なんですね。ただ、その中心部ですとか、そういう割と東京の中でも低い線量の場所でも、局所的なホットスポット、マイクロホットスポットというところは、至るところに点在しているという状況です。今その東京全体でですね、はい、それぞれ地域によって状況も違うと思うんですけれども、そこでやっぱり意見交換、情報交換しながら、はい、それで、やることによって、こういうことがあるんだと気づいたりとかですね、はい、そういったことは結構あるんですか。そうですね、それがとても一番の収穫なんですが、やっぱり自分たちがこう活動する中でこう一極集中というか、手段ですね、手段としてもいろんなこう手法というのを、はい、シェアすることができるし、はい、また今東京全体で見るとですね、例えば、給食の状況を東京で東京連合で調査をしているんですが、はい、こちらもその地域に、自治体によって、検査機を購入して継続的に調査を行うところもあれば、全く給食の調査を行わないとしているところもあったり、はい、まだまだこの調査というものに意識を向けてないところもあると。とても地域格差、放射線防護対策に地域格差が生まれている状況なんですね。で、そういったことを考えると、どこに住んでる子どもだけが守られていいとか、そういうことは絶対にないはずで、やっぱり一括で見たときに、これはもちろん東京だけじゃなくて日本中なんですが、一括で見たときに子どもを一律に守らなければならないと思っていますので、そういったことで、なんていうかな、まだ進んでいない自治体のところを引き上げるという意味でも、とても、東京連合はこうお互いに情報共有というのが、うまくいってるんじゃないかなと。そうですね、確かにある地域でこういう取り組みしてるんだという、こういうことが分かれば、はい、他もやれるはずだと、こういうことになりますよね。特に自治体というのは、私たちももう何ヶ月かの間ですごく痛いほど感じてきたのが、はい、前例を好むんですね。そうですね、どことかとかの区がやっていないかとか、はい、そういうことでやらなかったりするんですが、一覧表ですとか調査をすることによって、どこの区がそれをやっているかということが分かったりするので、はい、そういうのをこう、有効的に利用して、もっとこう意識をの底上げを全体的に行っていきたいと思っています。そうですね、はい、はい、それから石川さん、東京都全体と、そして、子どもたちを放射能から守る全国ネットワークという全国組織ができたということなんですが、はい、こちらはどうなんでしょう、活動状況としては。そうですね、子ども全国ネットと言っているんですけれども、組織というわけではなく、実は組織と組織を結ぶ場というふうに、考えていただければと思うんですけれども、はい、全国規模のネットワークなので、例えば、国への申し入れですとか、もう福島の支援、要するに避難支援ですとか、そういうことを、行っていっているような状況です。今ですね、はい、そういったことを踏まえて、はい、石川さんとして政府に最もしてほしいことって言ったら何ですか。
そうですね、まずはその子どもを、まあ、子どもと妊婦さんですねを守るという観点で、今わからないっていう、まあ、グレーの部分を、黒ではなく白として考えているので、それはあの白にせず、あくまでもこう疑いを持って予防原則にのっとって対策を、取ってもらいたいと思ってます。今もう国がもう大丈夫だから大丈夫だからって言ってる部分を、はい、ちゃんと、はい、疑いを持って大丈夫じゃないかもしれないっていう考えで対策をしっかり取れと。そうですね、今までこの原発事故だけではなくてもっと過去に何十年という間に国が大丈夫と言ってきてあのずっと行ってきた施策が大丈夫じゃなかったことってたくさんあると思うんです。はい、で、この原発事故、まあ、とりわけ放射能の問題にとっては、個体差というのが、すごくあると思うんですね。その人のに対する影響の個体差っていうのがとてもあると、はい、そこだけは分かっている。だけど、まあ、まだまだはっきりした部分が、チェルノブイリの事故対応にずっと当たってる人でさえも、チェルノブイリの健康被害は、まだまだこれから見ていかないといけないと言っている状況であるので、日本は今の時点で大丈夫なんていうこと絶対に言えないと思うんです。はい、だからといって、危険ということを声高らかに言うわけではないんですが、分からないという部分は本当にわからない。だから予防原則っていう言葉もあると思うんですね。はい、で子どもっていうのはもうまだ先が長いですし、とりわけ放射線被曝のこう影響を受けやすいということは分かっているので、そこの部分はきちんと考えて、そもそもないあるあってはいけないものがあるという前提ですね。そこがすごく主張したいところです。最後にですね、子どもたちの様子を聞きたいんですけれども、はい、ちょっと遅い夏休みをおとりになって、はい、九州の方に行ってらっしゃるということなんですけれども、はい、そこでの子どもさんたちの様子はどうでしたか？そうですね、やっぱりもう本当に伸び伸びとしていて、もうその笑顔というか本物の笑顔というか全く我慢のない、それが当たり前なんですけれども、当たり前のことが当たり前のようにできなくなってしまったということをすごく改めて感じましたね。とそれとやっぱりこの現在、ま、関東東北含めたこう広域にわたって異常な状況だっていうのも客観的に見て分かったというところです。はい、わかりました。夜遅くありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい。今日は脳放射能高等子ども守る会代表の石川彩子さんにお話を伺いました。